ウィリアム・ラムゼクラークは、アメリカ合衆国の法律家、政治家、リンドン・ジョンソン大統領の下で、第66代司法長官を務めた。退任後は、左派系の運動家、そして物議を醸す人物の弁護を務めることで知られる。トム・クラーク元司法長官、元合衆国最高裁判事の息子でもある、テキサス州ドラス生まれ。 1945年から1946年にかけてアメリカ海兵隊に従事し、1949年にテキサス大学で文学士、1950年にシカゴ大学で文学修士と法学士を収めた。同年にテキサス放送協会に入会し、1956年には合衆国際交際で訴訟手続きなどの実務に従事した。 1961年から1965年にかけて司法長官の土地局の補佐官として司法省に勤務1965年からは司法副長官に就任した。1967年5月、ジョンソン大統領はクラークを司法長官に指名した。その理由の一つは最高裁判事だった父、トム・クラークの後釜に 黒人のサーグッドマーシャルを指名したかったために、ラムゼー・クラークを司法長官に任命することで、トム・クラークが退任することをジョンソンが期待したからで、ある。合衆国最高裁史上初の黒人を指名することで名を残すことが、ジョンソンの野心だったと見られる。期待通り、トム・クラークは67年に最高裁判事を、辞任した。クラークは、ジョンソン政権が終わる1969年まで、 司法長官を務めた。クラークはアメリカの公民権運動史上重要な役割を果たした。例えば、ベトナム戦争時には防御準備罪と徴兵妨害法助の罪で起訴されたボストンファイブ事件に関わった。退任後にはアメリカ自由人権協会の全国議長を務める。また、弁護士として働く一方、ベトナム反戦運動にも参加。 1972年にはハノイを訪問している。1974年にはニューヨーク州から上院議員に立候補したが敗北した。近年のクラークの活動はそのラディカルさから議論を呼んでいる。1970年代後半から1980年代にかけてマリファナ改革全国委員会の顧問を務めた。2004年12月、クラークは イラク特別法廷で、サダム・フセインの弁護をするために、イラクに赴き、弁護チームの顧問を務めた。2021年4月9日、ニューヨークの自宅で死去した、アーカイブされたコピー。2009年9月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年9月24日閲覧。クラーク・モトベ司法長官死去。時ッ com。 https://www.jiji.com コロンススララッッシシュュスラッシュ sp スラッシュアーティクル ?k イコール2兆210億4110万 172&g コール int 2021年4月11日閲覧ありがとうございます